正月してないです1位になってて、自分がここで初めてあのランカー対決で杉田選手と決まって、最初はここで杉田選手かってやっぱり思いましたけど、でも負けたらもうタイトルマッチは決まらんから、うん、でも逆にそこでタイ人とか普通のノーランカーと勝つような試合組まれても、こう自信持たんとタイトルマッチのリングに上がることになってたと思うんで、やっぱこういうカードを組んでくれた会長に感謝していますね、本当に。大砲ボクシングジム所属、大里健です、2月3日、日本タイトルマッチが決まりました。絶対に取りに行きますので、よろしくお願いします。